れ右の方に曲がっていくるんです。赤旗狙って、ではこちら、8番ホール474ヤードパー5です。そう、可愛く言ってたよね、右にグリーンありそうだよね、ですね。右側がですね、黄色い杭なんで、あれが越えるとワンペナ、黄色がワンペナ、白だと OB っていう感じ。ああ、なるほど、そういう違いなんですね。ワンペナもまだ余ってます、待ってます。ここはまっすぐちゃんと打ちたいね。風があるのでも大丈夫ですね。よいしょ。戻ってきました。戻ってきた。まっすぐまっすぐ、いい感じに気持ちよく立てたらいいな。ね。そうそう、振り抜くだけ。なんか。弱い場ちゃんといっぱい練習しました。はい、友達に。なってあげてください。なれるように頑張ります。いつも打ちっぱなしでも何回も何回も時間かかっちゃうから、すぐ打てるように。ね、また特訓しよう。ね、また行こう。またリベンジする。行こう行こう。保持しちゃった。全然オッケー。お掃除ゴルフしちゃったけど転がっちゃった。お掃除ゴルフ。何それ。なんかコロコロいっちゃうのお掃除ゴルフなの私が。なんか打った感じがさ上がっていかないで掃き掃除さみたいな。そう感触がねお掃除なの。私のスネークショットって呼んでる。スネークショット。あヘビだから。なるほどね。おお。ナイスショー。やっぱりちょっとこのままこれとドライバーともなくてみたいな。めっちゃいい。ありがとう。いいじゃん。5番ウッドで打ちます。はい。ちょっと左を引く。キック。あ戻ってきた。オッケー。ナイスです。ありがとうございます。狙いやすいんじゃないかな。そうですね。次狙いたいな。バンカーあるからまっすぐ左に出れば傾斜があって打ちにくいの。ちょっとハイブリッドちゃんはさすがに難しいんで、元恋人の7番さんです。ああ、大丈夫だよ。いい感じ。さっきのマリンのところの近くに、同じぐらい。同じぐらいのところに行けた。166は届かない。166 届かないね。届かないからなるべく近くに飛びたいかな。すごい傾斜が。狙い通りじゃない？大丈夫そうだよね。さすが。よし。狙ったところに。さすがこいった。こっちはまっすぐだね。そうだね。変わるかも。刻めじゃない。右狙わない方がいいよね。惜しい。右に行ってしまった。してしまったけど、前にはそうだね。お、うまい。でも出しすぎましたね。しょうがない。でもうまい。ありがとう。よし。上手。上手。はい、OK です。ありがとうございます。ちょっと弱かったかな。はい、OK です。ありがとうございます。ラストホール、はい、ちょっと依然、はい、あと一マスなんですけど。そうなんです。はい。ちょっと頑張ってください。追い込まれてるね。追い込まれてるね。そうだよね。何をやったらいいんだろう。バーディーとバーディーチップインがありますね。難しいのが残ってるね。まあ、なくしちゃうっていうのもあるよ。なくしちゃうっていうのも狙いに行くのはワンペナ。なるべく、あ、でもそっか、左がワンペナですね。このコースも狙います。狙わないです。ですよね。それはちょっと嫌だな。そうだよね。だからバーディーとチップインを目指したい。頑張ろうね。はいはい。で、ここは9番ホール、309ヤードパー4です。はいはい。けどバンカー越えました。オッケーオッケー。私の目標はドライバーと仲良くなることです。次までに。そうだね。練習しよう。練習に。練習しよう。なぜ今エンディングのセリフを言ったかわからんが、わかりました。勝手に締めた。確かにごめんなさい。締めてた。締めてはない。とまさかの。ありそうだったのが今なくて、そんなとこでロスする？探してます。コースがあったと思うんだけどな。でもないよね。私もこっちの方になんか。え、でもないない。本当にない。あった。あ、ラストボールではなかった。かくれんぼしてた。かくれんぼしてました。葉っぱが上にかぶさっちゃってて。ああ、そう。逆側からだと見えないね。ね。こっち側からだったからね。お、ナイスショット。いい感じに乗った。うん。次でハイブリッドで使えそう。うん。バンカー手前かな。手前でした。よかった。お、ナイス。あ、ちょっと強いね。ちょっと大きかったけど。ちょっと強かったね。当てよう。50ヤードアプローチで打ちます。そっか、チップインかかってるもんね。マリンさんです。これはね、ちょっと最後だから挑戦してみる。まあお、ナイスナイスです。やったー。うん。ナイス。気持ちよくお願いします。はい、お疲れ様でした。はい、では18ホールお疲れ様でした。お疲れ様でした。そして私のスコアが91でした。ね、楽しかった。楽しかった。めちゃめちゃ楽しかった。ね、うん、そう楽しみながらできたので、ありがとうございます。二人でゴルフしたのは初めてなの？初めてです。ああ、そうなんだ。そうなんです。打ちっぱなしはあるね。ああ、なるほどね。はい、コースは初めてでした。楽しかったです。楽しかったね。そしてリーゴルフのチームゲームの方なんですけども、こちらはクリアした数が25個のうち19個。のため、合計のポイントは76ポイントでした。あと一マスね、80点まで。そうだね。足りなかったんですけど。なんかあれだったね。悔しかったね。カップ切りが思った以上にやりたかったって感じで、ちょっとなんか頑張ってもらえなかったな、失速したような。まああとちょっと2ホールできなかったっていうのもあるんですけど、そうそうそう、それがあればね、もしかしたら。はい、行ったかもしれない。そうそうそう。でも頑張っていっぱいクリアしたかなと思います。でもすごいこれ楽しかったですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そう、結構それコンペとかでやってチーム戦にすると結構盛り上がったりする。確かに。今回もこれあってね、なんか楽しかった。そう、私も初心者だったけどすごい楽しかったし。よかった。ありがとう。ありがとうございます。こんな企画をありがとうございます。ということで私たちは。これからカップ切りを体験させていただくということで、精一杯やってきます。ですね。はい。ではご視聴いただきありがとうございます。またグランピング編でお会いしましょう。